はい、ザーゲームチャンネルの春99です。今回ですね、久しぶりにですね、よもやま話編ということで、Q1 にもお届けしましたけども、ひだりの灰色ブログを公開されているひだりさんとですね、2016年 Q2 が終わりましたので、Q2 に印象に残ったゲームについてですね、いくつか語っていきたいと思います。そしていつもの約束です。ザーゲームギャラリーはブログ、ポッドキャスト、 YouTube を中心にボードゲームのレビュー、プレイレポート、和訳、リファレンスなどを配信しています。このよもやま話は YouTube は画像付き、ポッドキャストは音声のみでお届けしております。はい、ではお聞きください。はい、というわけでですね、2015年の Q2 が終わりましたということなんで、またですね、恒例になっておりますが、ひだりさんとですね、今年 Q2 に面白かったゲームについて今日は話していきたいと思います。じゃあひだりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またご久しぶりでよろしくお願いします。そうですね、四半期ぶりで。四半期ぶりで Q2 に、Q2 ということは、4、5、6月ですね。で、気になったゲームということで、いくつか今日挙げてもらおうと思っていますということで、じゃあ一つ目何がいきますかね。ちょっと最初に言わせていただくんですが、 Q2 と言いつつも一番新しくて2006年発売のゲームと申し訳ありませんと。まあでも Q2 にやって面白かったこんなゲームがあったよっていう話ですよね。はい、はい、はい、じゃないですか。じゃあ最初マラケシュ。マラケシュですよね。マラケシュやりますっていうと、絨毯ですかって聞かれちゃうんですけど、絨毯のマラケシュではなくてですね、1996年のドラのマラケシュというゲームです。はい、これってあの片箱サイズぐらいの、四角のやつ で、そこそこ厚みがあるやつですよね。はい、これ私も遊んだんですけど、私が遊んだらもう出てすぐなので、さすがに1996年だったか7年だから話なので、僕若かった頃なのでもうさっぱり覚えてないんですけど、どんなんでしたっけこれって。ですね、マラケシュっていうゲームで、あの街の外に1コマが並んでるんですよ。ブルーパーソンのコマですよね。パーソンですね、はい、お客様コマみたいなのが並んでてですね、そこから5色ぐらいあるやつの2から4コマぐらいを選んで街の中に入れるんですよ。ポンと列の先頭か最後尾から2から4コマぐらい選んで街の中に入れて、それを手放ったらグループ単位で動かすんですね。で、動かすときにそのお客様と同じ色のお店があったら、そこに吸い込まれていくんです。お客さんがスーッと、そこのお土産を買ったとかで、その店の持ち主にお金が入る。で、これだけだとやっぱ完全情報のアブストラクトなんです、ここの店の権利は競りで買うんですよ。で、手番にできることが競りもしくは客の移動なんですね。でその競りをかけた時に、例えば A さんが競り取りましたって言ったら、 A さんが赤い店を買いましたと、で今度 A さんの手番になって、 A さんがグループを動かして、そこに赤い人がいれば A さんの店に勝手に入ってお金が入るんですね。要は動かしたいコマと買える店が競りなんで、完全にはコントロールしきれないっていうことなんですかね。そうですね、はい。さらにあの競りをアクションを消費して、ここ競りますって言った人が競りを落とさなかった時には、競り主に消化料が入るんですね。だから自分が例えばなんか青のコマがもうそろそろたくさん入ってきそうだから、青の店を競りにかけましたと、で競り落とせたら自分のところにもお客さん入ってくるけども、競り分が競り落とせなくても誰か高値つけてくれたら消化料が入ってくるし、ウィンウィンじゃないけど自分にとって得は残るかなみたいな。まあ同じ色の店がいくつかあるみたいなので、だからどこ、はい、どこに持っていくかっていうのと、結局青だったら青が4件あっても、その競り落とすのはその1件単位ですよね。青が1件全部取れるわけじゃないですよね。そうです、そうです。どっちに行くかなっていうのを予想しながら、そこそこ近いとこまで待ってたら誰かに競り落とされるかもしれないし、どんだけ動かすかっていうところですよね。例えばトップが青の店で稼いでるなと思ったら、別の人がじゃあ青の店もっと競りにかけて、ボード上の青の店を増やしてやってれば、トップ以外競り落とせば儲けは分散しますし、逆にトップがそれを防ごうとして高値をかけてくれれば、それはそれでありがたい。だから競りがあるおかげでアブストラクションが薄くなってるんですよね。そうですね、はい。多分競りがないと相当辛いゲームなんですね。辛いと思いますね。これ最終ラウンドとかになってきたら、もちろん競りはもうほとんど行われなくなってくるんですけど、なんかすごい考えるメンツとやったことがあるんですよ。トップを落としつつ、みんなが最大限儲かるためにどうすればいいかっていう検討会が始まってしまったんですね。それはここまで一周するのに、10分とか20分とかだったのが、なんか1時間ぐらいかかっちゃって、最後、一周だけ。最後テーマあんま考えないようにしましょうねって、僕が演奏するときには言ってるんです。本当に突き詰めればね、もうだってどうやっても勝てないとかね、もう誰がキングメーカーなのかって決まっちゃうんでしょうけど、最後までその競りがもうちょっと残った状態でゲームが終わればね、ちゃんと競りがなくなっちゃうと、本当にね、もうコマ俺がこっちで動かしたら、あいつがこっち引っ張ってみたいになっちゃうんですね、きっとね。なるほど。こんななるほど喋りながら、もう全く覚えてないですよ、僕ね。今、写真見ながら喋ってますけど。そうですよ。
まあ、あの客の数が限られているので、どうしても誰か移動させたら必ず最低2個はコマが減るようになっているので、ずっと終わんないことはないんですけど、やっぱこれ動かすとあいつに得なコマが入ってきちゃうからどうしようかとか思っちゃう人はいるでしょうね。ですよね。特に競りがなくなってくると自分の手番でもコマは絶対動かすことは確か強制ですよね。これ動かさないっていうムーブがないんですよ ね, すね。だから俺の得にはちっともならないんだけど、どないすんじゃっていう話が出てくるんでしょうね、うん。まあ、そこは多分最初の競りで失敗したんだなっていうのをちょっと諦めてもらえるといいですね。そうそう、もう次のゲームに向かうために早く手番を回そうっていう、はい。ただでも確かにアブストラクトのところのゲームってなんかいろいろ要素工夫してプレイしやすくしようっていう今でもあると思いますけど、はいはい、競りとくっつけるのは最近あんまり見ないです。まあ競りゲームは最近そんなに多くないのもありますけど。そうなんですよ。案外最近ない競りか移動かっていうシンプルさで、うん、なおかつあのさっき原さんもおっしゃった救済策とか何もない、何もないですね今年ね。何もない、あの素直な競りというかっていうゲームってあんまないのかなっていうところで、僕もあの戦術家シャッフルとか、うん、オープン会の方に持ち込ませていただいてるんですけど、結構皆さん逆に新鮮みたいな感じで受けがいいですね。96年前後のあたりのところって、まあ、ミスビュー初期ですけど、はい、ものすごい競りだらけだった時あるんですよね、うん。どのゲームも競りがガンガンいっぱい入ってきちゃって、はいはい、どれも競りかよって言った時代から、あのワーカープレスメント入り始めるとパタ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 といなくなるので、うん、だから逆に最近されてるとはあんまり競りゲームあんまりないのかもしれません。あの逆にお金の量がすごい少ないゲームとかで競りゲーってある気がするんですよね。だからかけれても事故が起こらない程度、手番を競るとか、うんうんうん、タイル競るとかはあるとは思うんですけど、この辺の競りのやつはね、もう救済策ゼロですから ね, ないですね。もうこけたら、はい、まああと1時間我慢してねみたいなノリですから、そうですね。あのやっぱその辺が新鮮なんでしょうね。まあ友達って、まあ、マラケシさんもそんな感じですよ。だから、まあ、最近の競り系のタイプとかで、まあ、あんまりやってないんであればやってみてもいいけど、やってみるってどこでって感じですよね。まあそうですね、うん、そうですね、ええ、すいません、いつもあのこういうね、あの手に入らないとかね、言ってない。これがいいんですよ、これ自分の好きなやつを淡々と語るというね。まあマラケシュが、まあ、そんな感じです。ポスポスのね、この辺の時代のいい作品ですよね、はい。でもう一丁が、バニーの頂上、グレートウォールオブチャイナですね、チャイナの、うん、ポーランド語版、ポーランド語版の、パンツニエスタートの、うん、市場バリアント、市場バリアントをあげたいと思います。グレートウォールオブチャイナの原版って2006年なんですけど、パンツニスタットはまだポーランドのショップでは売ってるので買えます。ポーランドのショップで通販する人そんなにいないと思うんですよ。そんなにいない。パンツニスタット一話バリアントってのはちょっと特殊でですね、はい、ポーランド語版のバニーの頂上を買っても遊べないんですよ。え、遊べないんですか、さらに手に入れても。ポーランド語版のバニーの頂上って同じアートワークでポーランド語版のジェムディーラーが出てるんですね。だからシリーズもの宝石賞みたいな感じですね。あ、そう、シリーズものみたいな感じになってるんだと思うんですけど、うん、同じアートワークでパンツェニスタットとパンツェニスタットデモクラシー2作を両方買うと遊べる。厳しい。元の万里の長城とはだいぶ遠い。基本ルールは同じなんですけど、まあ長蛇の列っていう風にタイトルが付けられた方がいるんですけど、このポーランド語版の万里の長城って、うん、まあお店が4つぐらいあって、そこの前に、うん、そこに商品が並んでるんですよ、うん。で、そこにカードをプレイしていって、あのその商品をまあ競り落としていくみたいなゲームなんですけども、通常は同じルールで競りを行うのは、まあ、4つ店が4つな4つって店があるんですけど、うんうん、そのうち1つが別ルールの競りに変わるんです。まあだから競りのルールが変わるっていうのを知っていれば長蛇の列さえ持っていれば遊べるんですけど、一応そこで使うトークンっていうのが長蛇の列で使うトークンって1色なんです。白色のトークン1色なんですけど、ジェムディーラーの方のトークンって5色ぐらいあるんです。その5色のトークンをその特別な競りの店では使うっていうルールになってるだけなので、別にその5色を使わなくていいよっていうのであれば別に競りのルールを変えるだけでいいんですけど、あ、残りのお店は白でやるんですか。あ、そうです、そうです。あ、じゃあ1個お店だけ違う。そうです。あの設定としては普通のそのポーランドの商品を売っている店が通常通りあって、そこに新しく市場、なんとか、まあ、アメ横みたいな感じだと思うんですけど、うんうんうん、市場ができてそこで舶来品を扱うようになったよと、うん、だからそこにも並びに行こうぜみたいな感じの定のバリアントなんですけど、ではそこだけ競りのルールが違うというところがいいんですかね。長蛇の列の競りのルールって一応説明するとですね、うんうんうん、手札からまあ何本か数字を出すわけですよ。カード1から3の数字が書かれてるわけなんですけど、うん、まあ、例えば A という店に1を2枚置いて合計2ですよと、自分は2ですっていうのを置いたとするじゃないですか、うん。でそれが一周回ってきて自分の手番の開始時にトップだったら、うん、そこで決算が起こって競り落とせるんですよ、うんうんうん。でなんだけど途中でお前に2とかで店 A の商品をやるかよって人がいたら、2もしくは3をそこに店を置けば最初に置いた人の手番に回ってきた時にトップじゃないから競り落とせないんですよ。でじゃああいつは今俺と同点にしてるからもう2足すかとか、カードどけることはできないので諦めて別の店に競りをかけるかっていうのを選択肢が出てくるっていうゲームなんですけど、うん、競り落とすのも商品が2人がある店って2つ
つ並んでるんですけど、うん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 、点数高い方だけが手番が来た時にトップだったプレイヤーに行くんですよ。で残った1個はまた同じお店で誰がトップかっていうのを計算して、その人の手番来た時に競り落とされるんですね。いっぺんに両方買えないんですね。買えないです、買えないです、そうです、うん、なんだけど市場は決算開始するときはルールが一緒なんですよ。うん、カードがの合計値がトップのプレイヤーの手番来た時に決算が起こるんだけど、2位以下の人にも勝手にトークンが行くんですよ。どういうことが起こるかというと、他の店ってトップにならないと商品がもらえないんですよ。自分の会社じゃトップじゃないとにかく商品はもらえない、うん、だけど市場は僕がトップでなくてもあいつがトップだから決算を起こさせてしまった時に、僕が例えば3位だったら3番目のトークンがもらえたりするんですよ。市場に置いてある分だけ決算が勝手に起こるので、うん、1回起こっちゃうと連鎖して2番目3番目4番目5番目っていう風に配られていくんですよ、商品トークンが。1個のお店で2個しか商品がなくてもですか？おっと失礼、そうですね、ですね、一番下の市場だけは例外でどんどん置かれていくんです。最初は0個なんですけど、普通のお店で決算が起こるたびに商品が追加されていくんですよ、1個ずつ。ここがバリアントなんですか？そうです、そうです、そうです。追加されていくのと、決算が起こった時に一気にそのトークンが配られるっていうところバリアントです。それぞれのお店は最大2個しかないから決算の時に1回トップだったらもらえるっていうんだけど、はい、トップをどっか取るたびにその特殊なお店にはどん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 溜まってるんですね。そうです、はい、うん、溜まったところで1回誰かが1位確定したら、はい、1,2,3,4 ってこう配られるってことですね。なのでそこの普通の店で買ったやつと買えなかったけど下の方で溜まっていってるからこっちで俺もらえるぜっていう、こう組み合わせがあるわけですね。そうです、そうです。で言い方が悪いかもしれないですけど、結局最初から最後まで同じことを繰り返すしかないんですよ、その普通の店って。そうです、ね、ずっとトップを狙うか諦めるかっていうのを延々と続けるだけなんですね。でしかも手札のプレイするカードって山札から引いてくるんですけど、山札は個人の山札なので3は1個しか入ってないとか2は3枚しか入ってないとか、もうあらかじめ内容決まってるんですよ。なのでこれ以上勝てないとか、ここ正直力入れすぎたからもう俺今後勝ち目ねえやとかいうのが出てきちゃうんですけど、一番下の店だけはとにかくトップ取れなくても絡んでれば商品が供給されていれば何点かはもらえるって、ちょっと緩いんですよ。ですよね、だって3個供給されてて俺3位だったらもう今決算でもいいよねってことですよね、はい、そう取れるからっていうところの厳しい制限の競りと緩い制限の競りっていうのが混ざってるので、うん、結果的にこの緩い方にカードを回せば厳しい方も手が回らなくなるので参加しないわけにはいかないしみたいなことになってくるんですね。なんかいい加減に緩くなってるんですよ全体的に。要は通常のお店のところ1位ないしはまあ2つあれば2位なんだけど、1回に取れる1位だけだから常に勝つか降りるしかないんですよね。そうです、そうです、はい、それをゲーム終了までずっとやるとちょっと厳しいから、まあ、絡んでるだけでいいってお店が、だからこれ多分万里の頂上にはこれないですよ。ないですね、ないですよね、はい、万里の長城を今入手してもそれルールでプレイできんのかな、知ってればできるのかな。そうですね、知ってればまあやろうと思えばできるかなっていうぐらいですね。米国版のグレートウォールオブチャイナと同じであればね、こっちを狙ってもまだないことはないし、これはでも国内さすがに持ってる人いるだろうから。そうですね、グレートオブチャイナは2006年のゴールデンギークアワードのカードゲームの候補に入ってたりですとか、日本もあのリューマーさんがやってるで日本ボードゲーム大賞の候補に入ってたりとかしてたみたいなので、当時はプレイゲームの評価とか見ても結構高い評価つけてるそうで、当時はそれなりに高い評価で遊ばれてたゲームみたいですね。なのでみんな持ってる方持ってる、ね、そうですね。今国内版で流通していたのはコスモス版ですね、多分。 あのドラゴンのやつですね。そうそうそう、あの四角いちっちゃいちょっと小箱っぽい感じの中国の竜みたいな顔が描いてる、はい、ポーランド語版買ってもこのルールは入ってないんですよ。あのポーランド語版 の, そのセットにする方を買うと長蛇の列を買えばできるよっていうのを書いてあるんですよ。ああ、セットで買うこういう遊び方できるよってことになってるんですよね。そうです、そうです。でももう一つのジェムディーラーも国ツアーなんですか？国ツアーです。両方とも国ツアーなんですね。そうそう、だからセットもんにしたらなんかいいことあるよってことなんですね。そうですね。ああ、不思議なタイプの売り方ですね、それはそれでね。ドミニオンとかでスタンダードの拡張と元のやつと合わせて遊べるよとかはあると思うんですけど、また別ゲームを別テーマにするときにくっつけて遊べるようにするとかすごいと思ってて。そうですよね、なかなかないですよそれね。同じデザイナーさんの A と B を足したら新しい遊び方ができるよとかですもんね。多分国ツアがこのルールでって言ったんだろうなと思うんですけど、うん、まあすごいですよね。なるほど、これちょっと興味ありますね、まあ、それが2つ目ですかね、はい。でまたラストはさっきちょっとタイトルが聞きましたけど、かなり強烈な努力な、本当申し訳ないんですけど、あの PNP で遊んでいただければと思うんですけど、プリントプレイ、プリントプレイでファイルが公開されているので、あの1800です。1800ですよね。1830でも何でもなくて1800ですよ。00、問題はあのルールは英語でしかないというところですが、そうですね、どう説明するか
なんですけど、まあ、全く知らない人に一応説明しますと、18K っていうゲームがあってですね、プレイヤーが、まあ、株主になって、その、たくさんある会社の株を過半数ぐらい買うと、その会社が運営できるようになって、その鉄道会社の鉄道を、例えばなんだろうな、ニューヨークからボストンまで続いて50ドル儲けたとか、そういう鉄道会社を運営してって、その儲かった金を鉄道会社と株主にどう分配するかみたいなのをやってって、鉄道会社もうまく運営しつつ、株主に分配されたお金でプレイヤーがお金をどんどん儲けてって、最後に一番金持ってるやつが勝ちみたいなゲームですと。なんでメインは株の取引が重いものがあれ、鉄道の線路引きのね、はい、経営のところもあれ、ビッグボリュームな鉄道ゲームですよね。まあ、鉄道ゲームっていうのはまあ株の要素強いですけどね、どっちにしろ。そうですね、確かにそうみたいですね、うん。うん。っていう中ですけど、この1800のすごいというか、すごいっていうか、まあこれ YouTube 見てもらうと写真見れば笑うと思うんですけど、これマス目少ないですよね。9マスですね。ね。9X なんですね。で、2から3人用です。2から3人用って言ったって 9X だから4マスか5マス置けるかっていう世界でしょ、でも。そうですね。これ3人でプレイしたら1人3マスなんですよね。3人でやるとマップが広くなるって話も聞いた気もするんですけど、そんなこともないみたいですね。そんなこともない。これ1830のマニュアルの中に出てくる配置する時の例ぐらいの大きさですよね。あ、そうですね。一応言うときますと、1830は9マスとかではないです。もっと広い何十マスとあるマップを使います。これはまた極端ですね。マニュアルのね、なんか置き方例とか出てくるような勢いじゃないですか。そうです、本当に一部分だけ切り取りましたみたいな。コンポーネントの9マスでゲームを関係しましたっていうところからすでにインプレッションがすごいわけですけど、どうなんですかねこれって。ゲーム社はまあここで上げさせていただいたぐらいので、面白いのはもちろんなんですけど、18の面白さって原さんもおっしゃったように、その線路をどう配置していくのかっていうのとですとか、うん、株をどの程度金額入れて誰の株を買うのかっていうところがまあ楽しい。もちろんその要素は1800にもあるんですけど、うんうん、遊んで今回面白かったのが、うん、2人で遊んだんですね1800、うんうん、で2人で遊ぶってことは、お互いに鉄道会社を1社ずつ持ってるんですよ。じゃあ自社株以外を買うイコール相手の会社に金が入るんですよ。まあ2人しかいないですからね。そうそうです。でプレイする前は運営をどっちがうまくやるかかなと思ってたんですよ。1社ずつ持ってるから、うんうん、鉄道どっちがその電車を走らせて儲けどっちが大きいかで決まるのかなと思ってたんですけど、もちろんその要素もあるんですけど、うん、それよりも厳しいのが、いちいちやったことない方と聞いてても分かりにくいかもしれないですけど、鉄道会社を運営するっていう中で列車を買うっていうのがあるんですよ。で列車を買うっていうのがどんどんパワーアップしていっていい列車を買っていくんですけど、数は限られていて、うんうんうん、3つ駅を移動できる列車が欲しいと思っても相手が買ったら買えなくなるとかがあるんですけど、うんうん、さらに18いい列車を誰か買うと古い列車が廃れちゃって使えなくなるんですね、うん、で列車を買うのは会社が持ってるお金でしか買えない。で会社に持ってるお金ってその鉄道を走らせた時の収入ではもちろん入るんですけど、その感じでビビたるもんなんですよ。例えば列車が300ドルするんであれば10ドルとか20ドルずつしか入んないんですよ、列車走らせても最初のうちって、うん、なんですけど鉄道会社の株を相手が買ってくれると100ドルぐらい入ってくるんですよ。どういうことかというと、相手の株を早めに買わないと株がどんどん値上がっていくから、うん、高くなってから買うと損するから安いうちに買いたいんだけど、今この株を買うと相手の会社に金が入って、相手の会社がいい列車を買えてしまう。その列車を買うと自分の会社の鉄道が捨てられちゃうっていうところがあって、自分が儲けるためには株を買わなきゃいけない、相手の株を。ただしそれを買った結果自分の鉄道会社の儲けが減るから、結果的に自分が持ってる自分の会社の株からの配当が減っちゃう、うん、本末転倒ですねっていうことが起こり得てですね、もうそこが、これ俺買った方がいいの買わない方がいいのまあ普通の18でも同じではあるんですよ。手伝いの会社の株を買えばそこに金が入っちゃうんですけど、うん、18って結局5人とかでやるゲームなので、うん、誰かが成長しそうな株を買った時にそこは乗らない手はないんですよ。乗らなかったら自分だけ遅れちゃうもんので、全員が買わないんだったら買わないけど、誰かが買ったらじゃあお前買うなら俺もってなっちゃうのが普通のイチャチなんであることが多いんですけど、まあ僕あんまイチャチ遊んだことないんで違うかもしれませんけど、そうなることが多いんですけど、まるまるは2人なのでそこがよりクローズアップされてるというか、そこの選択をどうするかっていうところがドラスティックに効いてくる気がしてですね、そこが非常に面白かった。2人っていうともう君ここだけだよねみたいなノリなんですよね。だからね、だから、まあ、確実にその今投資するのか自分の会社でどうにかするのかっていうのを二択っていうのを迫られてるって感じなんですね。なんか聞く限り18の要素をなんかギューッとこう小さく2人用に縮めたんだよなっていう感じで聞いてたんですけど、はいはいはい、そうそうです、はい、おっしゃる通り。これでも通常18って要は割と比較的長いビッグゲームの代名詞だと思うんですけど、はい、これどのぐらいなんですか。交渉90分
で、インストなければ多分2時間かからないですね。本当に遊んで。まあじゃあちょっと大きめのゲームも。まあでも2人用で2時間って結構ビッグですね、それは。そうですね。2人用で2時間今からがっつりやろうかっていうと、かなりがっつりなゲームですね。あんまり2人用で2時間ないことないですか？そうですね。でも、ギークのトップゲームであるところの、トワイライトストラクルは。そうですね。あれは2時間だと短いなって感じですよね。ボコられたのかって感じですよね。まあでもあれ面白いですよね。そこは全然あれ好きなんですけど。2人用で2時間は長いことはもちろん長いですけど、アルルの丘とかってそれぐらいかかるんじゃないですか、ね、それぐらいですね。はい、かかりますね。だからまあ、2人用の重いゲーム、範囲に入ってくるのかなと、18、普通にやるよりはだいぶ短くはあるという。で、逆にその18だと、例えばですけど、何人かでやるわけじゃないですか。ここですごくまだ初めてだっていうと、スキル差がこう、ドーンと出ちゃうわけですけど、これだと極端だと割と18やったことある人と、例えば初心者の人が、まあ、教えながらでも、直接1対1なんでね。うん、でこれから逆に言うと慣れたいっていうと18系って本当に面白いゲームだっていうのみんな分かってる人多いと思うんですけど、うん、やっぱりそのスキル差がすごく出るゲームなのでさっと入りにくいなとか、僕今から3時間出し引きプレイヤーになるのかなとか、すごい辛い思いをすることもありえるんですよね、あれね。そうですね。で慣れてないとやっぱそうなっちゃうので、こういう2人用ぐらいのところがあれば、あのゲームの勘どころというか流れっていうのを分かりながら、しかも2人で楽しめるっていいですよね、うん、あ、そうですね。さすがハルさん、その通りで僕も思いますいいゲームだと思うんですけど、なかなか同じような人を集める難しいのでね。ああこれ今ギークを見てるんですけど、ここに1800のルールは上がってるけど、英語ルールは上がってると思いますけど、カットアウトコンポーネンツ1800ですよね。といろんなバージョンのが上がってるみたいなんですよ。あの1800のやつと3人用エクスパンションと両方あるみたいですね、はいはいはい、じゃあ3人はちょっとマップが違うのかもしれません。まあどっち選ぶかも好みだと思いますけど、1マス追加されて10マスになってますね、3人だと。案外そのなんか9マスだと聞くのってもう一択じゃんみたいな感じはするんですけど、うんうん、そんなことなくてですね、全くあのその終わった後からでもどう引くかだけで結構感想戦ができるぐらいのレベルです。本当にあのちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、案外2人用のゲームで自分が相手に金をあげる、得するために相手に、自分が得するために相手に金をあげるってゲームってあんまないかなと思ってて。あんまないですよね。で、だって奪い合いですもんね、基本。基本は中央のリソースを奪い合うだけのはずが、うん、奪ったものを相手にあげる、うん、であげるタイミングをどうすればいいか悩むっていうのってあんまないかなと思ってて、18っていうちょっと特殊な、ちょっとハードル若干高めのゲームではあるんですけど、あえてここであげさせていただいたっていうのはあります。ですね。で私の方はそのやっぱり18を前やったことがある世界の中でこの2人用に凝縮されてて、しかも、うん、まあ言うとちょっと申し訳ないんですけど、プリンター&プレイで割と気軽にトライできる、うん、あの本当買ってきてね、すごい頑張ってっていうんじゃなくて、プリンター&プレイなら日曜日にね、印刷してパカパカって貼ればいいですからね。タイルもトータルで多分3、40枚じゃないのかな。そんなにあの切る必要ない。そうです。さっき見たらあのもう5、6枚だったので、うん、まあ切ればいいですよね、まあ、厚紙に貼ってとかですよね。全然いいんじゃないですかね。これはやってみたい。これ面白いですね。これプレレポートあんまり聞いたことないな。聞いたことないな。あんまりあの18をやってなおかつ2人で遊ぶっていうところがあんまりない、うん、ですよね。これはでも今結構重い2人をね、やっぱりあの欲しいっていう人多いのは先を聞く話なんで、これはねちょっといいかもしれませんね。あの春さんがやって面白いって言ってくださると、春さんのところに役が上がるかもしれないっていう。うわうわまあそんな1800を含めた3つがこの第2クォーター、はい、まあやっぱり第2クォーター新作難しいですよね。この後エッセンが始まったりね、この後新作ラッシュが来るんでしょうけど、1年で一番新作がある意味少ないというか、一応ニュルンベルグの新作も入ってきてるんですけど、あまり金銭に触れるものはなかったですね。まあそんな感じなんですけど、まあじゃあトータルしてみて、まあ上期、まあ6ヶ月も今年終わっちゃったわけですけど、はい、まあ以降なんかこれだと思うのあげるとしたら何かありますか。まあ前回も出たのもあったと思いますけど、ね、まあ、前回あげさせていただいたところでもあるんですけど、まあ、ヒストリアかなと、うん、まあ、日本語版も、まあ、日本語版あれ日本語版っていうことはよく分かりませんけど、まあ、日本語マニュアル付き版も出ましたよね日本語マニュアル付き版、箱とマニュアルが日本語版が、うん、あれがっかりですよね。がっかりですね、うん、まあ、確かボードとか日本語化するとこないじゃんとは言っていたものの、あれいやまあいいゲームなんで言うのはあれですけど、ワンダーは日本語化してほしかったですね。みんな共通で呼べるものがあるっていいんですよね。うん、カルカソーヌとかならカルカソーヌって言うんですけど、なんかよくわかんないインドのこれみたいな感じ。そうそうなんですよ。しかもあれなんかよく知らないのもあって、私結構あのウィキペディア調べましたよ。ああこんな歴史のものあるんだと思いながら、やっぱ日本語になってるとやっぱそういうヒントで覚えたりするので、まあ、いいんですよね。やっぱりでもヒストリアですよね、歴史ゲームでね。まあちょうど拡張の新しいのもちょろちょろっと出ましたし、ね、この辺はでも日本に流通しないのかな。しないかもしれないな。ミニ拡張ですかね、あくまで。ギークストアで買ってねみたいなノリですよね。そうですね、うん、
この辺のゲームのね、低速感変わるようなところもあるので、まあいいかなと思うんですけどね。まあ流通はこの辺ちょっと自分で引っ張るしかないかもですね。うん。まあ逆に言えば、日本語版買ってても、その、拡張入れやすいっていうのはまああるのかもしれませんけどね。ああ、そうですね。まあ中のコンポールいじってませんからね。まあじゃあ神木はそんな感じですかね。ヒストリアがまあ振り返ってみると、まあ新しい作品ですしね。そうですね。結構オリジナリティ溢れてるわけじゃないけど、それにオリジナリティもあるいい作品だと思います。まあ、軍事とね、科学、ね、それと、それだけでない地域の独占みたいなところ、要素がね、うまく混ざってるので、あれは、まあ、国内流通うまくしましたしね。そうですね。うん。入手しやすいし、いいんじゃないかなと僕も思いますよね。はい。まあ、そういうとこですかね。この辺の、今回の平井さんのゲームは、今振り返りますと、まあ、マラケシュ、ね、1996年。はいはい、でグレーターウォールチャイナだが実は長蛇の列のポーランド語版なので、まあ、これはポーランドのお店なら今でも買えるの で、 そうです、興味がある人は通販をしてみるのもよし、はい、で1800に至ってはなんとプリント&プレイなので今すぐダウンロードできてしまうという、すごい、実は手に入りやすい、そう、入手性抜群正しい役はない、役はない、いやでも英語ルールはあるから、君も Google 自動翻訳で頑張ればいけるはずみたいな、そう、まあ、入手して抜群の18もあるまあ、これは鉄道ゲームなんでね、私ちょっと聞いてやってみようと思いますけども、まあ、3人でもできるんでね、2から3だとね調整しやすいと思いますけども、まあ、トータルでやっぱりストリアがちょっと光ってて、まあ、ここな入手性、これさすが入手性いいですからね今ね、そうですね、うん、まあぜひその辺楽しんでくださいっていうところですかね、はい、はい、といったところです、まあ、またぜひ左さんですね、次次回は3クォーター終わったあたり、3クォーターまだ新作少ないかな、いや、ジェンコンがある、ああ、ジェンコンがありますよね、米国系がありますもんね、はい、うん、なんでまた3クォーターのところにまたぜひ、ね、一緒にまた語らせてもらえばと思いますんで、はい、はい、またぜひ次回よろしくお願いします、ま、はい、聞いていただいている方には非常に申し訳ないゲームを相変わらず上げております、よろしくお願いします、はい、また次回よろしくお願いします、今日はありがとうございました、はい、じゃあ以上です、はい、はい、今回のですね、よもやま話いかがでしたでしょうか。まあ9つのですね、まあ印象に残ったゲームを3つほど挙げていただきまして、まあそれぞれですね個性の強いゲームだったかと思いますけども、まあどこかですねプレイできる機会がありましたら、ぜひ皆さんもお試しください。はい、このザ・ゲームギャラリーにですね関するご意見などですね、まあ、YouTube でご覧いただいている方はですね YouTube のコメント欄、またはですねポッドキャストの方でブログ経由でご聞きいただいている皆さんはですねブログの方のコメント欄、またはですね Twitter のハッシュタグシャープ TGT チャンネルですね、チャンネルはカタカナですけども TGT チャンネル宛てにですねぜひお寄せください、お待ちしております。それではまた次回。